寒さに長文読解の授業がやってまいりました。本日関西学院大学の長文の設問はこれでございます。皆さん、語彙問題、下線部説明問題、内容1問題なんですが、皆さん、内容1問題は他の大学でも練習ができますので、関西学院ならではということで、語彙問題と下線部説明ですね、合計8問頑張っていただきたいと思います。で、皆さん、お気づきの方いらっしゃるかと思いますが、設問箇所と選択肢を見比べるだけで、実は答えが出ますので、関西学院の求めているレベルですね。それをまあ実感していただけるよう、頑張っていただきたいと思います。では、お願いいたします。さて、設問の指示でございます。皆さん、これをお読みいただいてですね、そして、あのところに行ってですね、答え考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんイメンスと言われたら莫大なという意味でございますので、これでいけそうですね。もちろん正解は B、グレートということですね。バッチリでございます。さあ、皆さん、続いて下線部 E です。グリンプス。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、見るということですので、選択肢の D ですね。ルックが正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部、ウですね。ブリーフディレイ。どうでしょう。皆さん、ブリーフと言われたら、皆さん、短いということですので、それでいけそうですね。で、皆さん、短いわけですから、選択肢の C ですね。これが正解ということでよろしいかと思います。で、続いて下線部、え、フューエルですね。どうでしょう。もちろん、フューエル、燃料ですからね。燃料をとなってくると、そうです。燃料を補給することによって、皆さん、強める、強化するというところにつながってきますね。で、続いて、下線部を、ユニフォームですね。どうでしょう。で、皆さん、ユニフォームと言われたら、統一している、均一している、皆さん同じということでございますので、選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。皆さん、これであれば、very ですね、様々、多様が案で否定されていますね。で、皆さん、最後は、car でございます。adjust to、どうでしょうか。で、皆さん、アジャスト、調整するわけですからね。調整する、調節する、合わせるということでございますので、チューンが正解ですね。皆さん、下線部説明問題でございます。皆さん、選択肢 ABCD の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、このイナーのですね、言い換えを探すだけで答えにたどり着きますよね。で、もちろん、イナーと言われたら、心の中の内側のということでございますので、皆さん、メンタルと言い換え可能ですよね。ですから、選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの2番でございます。皆さん、これも選択肢、比較検討していただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず前半、I can't imagine ですね。私は想像することができません。これで皆さん選択肢2つに絞れそうですよね。で、もちろん想像できないということはわからないということでございますので、この選択肢の A と C のどちらかに絞れるかと思います。例えば皆さん、バリエーションですよね。多様性、種類と言ってる選択肢はどちらでしょうか。もちろん A ですね。カインド、種類という話がしっかり書いておりますので、言い換え可能ということでバッチリです。ということで、皆さんお疲れ様でございました。皆さん、ご覧いただいてわかるかと思いますが、皆さん、このあたりですよね、本部の内容は全く関係なく、答えが出るのが特徴でございます。で、皆さん、今日関西学院やりましたが、同志社大学なんかもそうなので、ですから、全部最初からやろうとするとですね、確かに今時間がかかりそうだ。設問数が多いな。終わるかな。不安だな。っていう感じる方いらっしゃるかと思いますが、実質ミスこの辺は、本文関係なく解けてしまうので、もうさっさかさっさか皆さん短時間で解決はできるんですね。ですから、落ち着いて内容一致問題に取り組めることができるはずですので、ですからその点は、まあご安心いただきたいなというところです。
ですので、長文長いですが、これに、時間を費やすというところで頑張っていきたいと思います。でもさ、もちろん、今日関西学院に来ましたが、今後もですね、引き続き、カンカン同率やってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。